皆さんこんにちは。日本縦断こころ旅で知られる俳優の日野翔平さん。日野翔平が交通事故でロケ中止の実態、腰痛し緊急入院の車椅子生活の現在と隠し子の俳優の正体について紹介します。まずは日野翔平さんの経歴とプロフィールから紹介します。日野翔平は日本の俳優、歌手です。東京都目黒区生まれ、シーズマネージメント所属です。身長168センチメートル、血液型 A 型です。東京で生まれ、中学高校時代に大阪在住します。12歳の頃から劇団コマドリに所属、1962年にフジテレビの少年探偵団でデビューします。1966年ワンパクトリデに出演し、ファンレターが1日に山のように届くほどの人気を集めたが、人気はすぐになくなり、この世界の厳しさを知ったといいます。また制作会社社長から視聴率がアップしたらギャラを上げてやると約束されたが、実際には番組が好調で視聴率が上がれどギャラが一向に上がらないことに怒り、社長に直談判したが、逆に嫌味を言われてその社長を追い回しました。同年には佐伯光三監督、加山雄三主演映画どこへで映画初出演を果たしました。1971年から俺は男だ、刑事君などの早く、太陽に吠えろなどにゲストで出演しました。1973年、1965年度の NHK の大河ドラマ対抗期で尾形健がブレイクしたことで、第二の尾形を作るべく NHK の指示で改名、池波正太郎が名付け親となり、日野翔平として大河ドラマ国取物語に橋場秀吉役で出演、当たり役となり人気を集めました。同じ事務所の近藤正臣が国取物語で明智光秀を演じることが決まり、猿ならうちの事務所にもいますよと事務所の人間が NHK の関係者に紹介し、出演が決まりました。日野翔平さんの若い頃が浜田岳さんに似ているという情報はネットでも話題になっており、二人の写真を比べて検証しているページもたくさんあります。本当に親子じゃないのかと疑いたくなるほどとても似ています。しかし日野翔平さんを昔から知っている人からするとあまり似ていないそうです。その理由として、日野翔平さんは若い頃からかなり色気があり、どこか危険な雰囲気が全身から溢れていたとか、一方浜田岳さんのような愛されキャラとは似ても似つかないらしく、写真だけだとわからないものです。日野翔平が2016年3月19日フジテレビ系トーク番組さんまのまんまに出演し、ネットなどで噂されている俳優浜田岳との親子説についてデマですと笑顔で否定しました。登場早々 MC の明石家さんまから浜田について息子でしょ、ネットとかに出てますやんと振られた日野、これにはキョトンとしていつ作った息子やろ、可愛いから息子でええかなと笑い飛ばしました。日野と浜田はネット上などで顔がそっくりと親子説がささやかれている。過去に数々の浮き名を流した日野だけに、隠し子ではないかとの噂が絶えません。日野は芸能界を騒がせる不倫騒動について、今の人は大変嫌なと思う、どうしたら許してくれるかなとと言及しました。さんまから今はしてない、浜田くんは違うんですねと念を押されるとうなずいました。さらにあの人が息子やとして、お母さんは誰やったかなとおとぼけ、お会いしたこともないしねと親子関係は完全に否定しました。現在2人目の妻と結婚生活を送っている日野、結婚という形では36年おるけど結婚してません、式も挙げてないし籍も入ってないと話し、さんまを驚かせました。理由について聞かれると、その前に結婚したがここがまだ許してくれてないのでと説明、最初の結婚相手との離婚が成立しておらず、現在一緒に生活している妻とは内縁状態だと言います。さんまはそちらの方にも子供さんがいらっしゃるんです、それは浜田くんとは違うんですねと再度確認。日野も再び浜田との関係を否定しました。日野は70年代に多くの女優と浮き名を流し、芸能マスコミを賑わせたが、近年はドラマや映画など存在感ある役者として活躍しているほか、11年からは NHKBS プレミアム日本縦断こころ旅で旅人として日本全国を自転車で巡っています。ある日、寺
テレビでビデオ専用映画を見ていた時、エンドロールとともに流れるシンガーソングライターリオの蛍に聞き惚れました。飲食店で同曲をリクエストしたところ、客の中にリオの知り合いがおり、次の店にギターを抱えてきてくれたといいます。日野は大阪系の歌が好きで、カラオケでも歌うとし、ボロ、川島英語、屋敷高人、上田正樹の名前を挙げます。リオさんはこの流れを組んだ方でつながっているんだと思いました。それで出来上がった曲がアカンタレでした。リオさんは俺のことそう思っていたんだと笑わせました。日野といえばプレイボー、伊藤同意語です。ワイドショーが元気な時代に芸能リポーターから追いかけられました。梨本翔さんや須藤仁一郎さんの名前を挙げ、みんな死んでしまいました。ザマーミロと毒舌を吐いたが、梨本さんには敬意も表しました。ある時、青森からの夜行列車に乗った日野を直撃するために上野駅のホームに芸能マスコミが集まっていました。梨本さんは途中の駅からその列車に乗って、日野さんはいませんか、恐縮ですって大声で探しているのよ、出ていけないではません、でもさすがだよと振り返りました。自転車で全国を回る中、腰が痛くなり整形外科を受診したところ、医者からはいつの間にか骨折ですねと診断されたといいます。日野は疲労骨折ってことなんだろうけど、そういえば昔も同じような病気になったことがあります。いつの間にかセックスって、またいつの時代もプレイボーイが出ると平成の日野翔平などと呼ばれました。いろいろいたね、ジャイアンツにもいたよ。若い俳優からは、僕は静岡の中学校の日野翔平と呼ばれていましたと言われたことがあるよ。最近はおとなしくなったと言い、俺の体は分別常識理性からできているとジェスチャー混じりで語り、理性の際には股間を抑えました。日野翔平が人身事故を起こしていたことが2008年3月29日分かりました。東京目黒区の路上で2008年3月28日、運転する乗用車が自転車と衝突。自転車に乗っていたのは近所に住む主婦で、転倒し頭を打ち全治1週間の軽傷を負いました。日野に怪我はありません。乗用車と自転車の破損は共に擦れた程度でした。警視庁檜門屋署は自動車運転過失傷害の疑いで日野を書類送検する方針。檜門屋署によると、28日午前11時45分ごろ、目黒区内の区道の十字路で直進しようとした日野の車が右方向かいから来た自転車の左側面に衝突しました。十字路に信号はありませんでした。同署では日野が前方をよく見ず安全確認を怠ったとみて調べています。望月まり子さんは、俳優の日野翔平さんと交際していた時がありました。日野翔平さんといえば、最高で11股をしたこともあるほどのプレイボーイ。役者として売れる前の1970年に一般人と結婚してから離婚報道も出ました。しかし実際には席を抜いていない状態。その間に新藤恵美さんや西川峰子さんなど多くの芸能人と浮き名を流しました。日野翔平さんは身長も高くないし、イケメンの部類に入るわけでもありません。しかし愛嬌のある憎めない人の良さそうな雰囲気が醸し出されている俳優、それが多くの女性にとって魅力的に映ったのでしょう。望月まり子さんとの関係が公に知られることになる前、小鹿美希さんと同棲して話題になっていました。2人の同棲期間は6年も続いたのですが、破局のきっかけになったのが望月まり子さんの妊娠。さらに望月まり子さんのお腹が大きい間にも、木野ひろ子や本井由紀さん、リリーさんなどと関係を持ってしまったのです。しかし過去の交際相手は誰も日野翔平さんのことを悪く言いませんでした。実は日野翔平さんは女性と別れる時にはきちんと話し合いをするのだそうです。女性側に納得してもらうように誠意を持って気持ちを伝えるのだと言います。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。